前からあった遊具を全部活用しましたもんで、ほとんど廃材、思いがあるんで歴史をそのまま移行したいという、9割近くはここにあったやつをご利用させていただいて。おはようございます、田内良一です。今回はですね、ちょっと半年ぐらい前に園庭を作りまして、面白い形で作りましたから、参考になればいいかなと思いまして、ビフォーアフターという形でお送りしたいと思います。結構広大な広い園庭なんで、先生たちの目線が行き届くような作りにいたしました。はい、前からあった遊具を全部活用しましたもんで、ほとんど廃材、まあ園庭でなんかいろんな部分のものがあったやつを、まあ利用した形で、もともと結構大きなアスレチック的なものとか、古くなった遊具とか、それを組み合わせた形で作った場所です。はい、ほとんど子どもたちがうわーって遊んで楽しく本当に利用してくれてますから。だからもう結構ね、やんちゃな子供たちばっかなんで、はい、まあ結構他の自分たちでいろんな遊びも作ったりする、結構楽しいところなんです。もう外でとにかく野外で子供たちの創造性を養うような感じの幼稚園なんです。はい、まあ結構面白いと思います。はい、ではちょっとビフォーアフターを見てください。よろしくお願いいたします。じゃあご案内します。園庭はここから向こうです。こんだけ広い、いろんな樹木に囲まれた非常に環境のいい園庭でございます。今までこんだけ広くて、遊具関係は全部こちらの方に、もう道路があってさ、端の方に全部一応前ありまして、まあ、ここに、25年前に前理事長さんたちが、まあ、昔の木の電柱、それを使ってアスレチック的な形の遊具がずっとあったんですね。まあ遊具が結構分散してたんです。で、真ん中がガラーンとした形であったんですけども、できるだけ遊具関係ないないっつうのは、園舎から目が届く範囲に分けました。真ん中ぐらいで。先生たちも卒園し、ここの園を卒園した先生たちも結構いまして、父兄なんかもここの園を卒業して、で、今保護者になっている方も結構いまして、この遊具を壊すっつうか、なくしちゃうのが、なんかこの園の思い出がなくなっちゃう。まあ、私どものじゃなくしても、ご依頼が他の業者さんにやってて、だから新しい遊具ポンって置いちゃって、それを壊しちゃったら一番作業的には非常に楽なんですけど、皆さんの思いがあるんで、歴史をそのまま移行したいということを強く、っていうことだったんで、まあこれを利用した形で、できるだけ腐ってるところを除いたり、使える部分を再利用。まだ 90% は使ってますね。昔のあれですから、コールタール別途に丸太塗ってありますから、だから鎖が
少なかったと。で、一応園庭がこちらの方になります。そうですね、だからちょっとここのグランドとの縁切りみたいな形になるんですけども、一応真っ平だったんで、お子さんたちもやっぱり多少起伏のある部分が必要だということで、このような築山を作って遊び道具その中に、まあ、タイヤもこれもほとんどここにあったタイヤの古いやつをそのまま移行したやつです。丸太もほとんど前の遊具の半端なやつをこうやって切って土鍋にしたり、ほとんど使ってますね。そうですね、ちょっとモニュメントのワンちゃんもそうだし、これは遊具の前の遊具のてっぺんにちょっとあった屋根をそのまんま、ベニヤが入って、それで人工芝、フルタリウムを前にあったやつを付け直して、はい、結構それ辺に使ったんですけど、こう雑草するのはこのグランド自体に半分は雑草、こういう雑草が生えてたんで、まあ、整備するとき一緒に剥ぎ取って芝生代わりにこっちに、で、今まであった遊具をフルに材料的に素材的に使ったのはこちらの方です。この園庭の良さというのは、こんだけ太い樹木が植わってるという、樹木の下でいろいろ遊ばしたりとか、この田んぼの中に全部入れ込むという形で、どんぐりシイの木ですね、もうハマリはもう自由に伸ばしてる状態ですから、だから雨降ってもこの中に入るとそんな雨あるのに十分ですし、夏場もここの周辺あれば全然日陰になって、そう柱、はい、で、あと渡り、それから滑り台、それからこの鉄製の、まあ樹木と一体化するようなシックな感じで、色はあんまりつけなかった。ここはですね、前から一応この部分、色がついてる部分だけはあったんです。そのままだと面白くないんで、木に触れさせようかなと思って、もう一旦櫓を積んで、まあ上にまで登れないように一応屋根っぽい柵を一応施してあるんですけど、ちょっと冒険好きの子がいるっていう感じですね。
こっちにジャブジャブ池を作りました。これはもう卒園記念の記念品として、まあ、滑り台としてこの辺にあったんですけども、まあ、当初はもう自然と湧き水のような感じで思ってたんですけども、これがあって井戸水があるんですね。もっと面白いものができるということで、ここから水が出るように滑り台を工夫しまして、これがだからここからホース入れてこう、そうウォータースライダーになって、でここで一回水がヤボンとなって、でここからオーバーフローで、あそこにも一応水で大体10センチぐらいたまるぐらいな一応流れ、一応水辺の動物っつう、もうこれでゾウさんでそういうイメージしたんで、ツリーを作るときに余分な枝は切りましたから、その枝を利用した形で口とか、まあ、これは一応終わりだから、こういうコブを利用して目にしたり、まあ一応こういうワニっぽいで、これはバーベキュー用のドラム缶半分にしたやつが結構あるんで、それを伏せまして、これがカバーで、次はこれはまたいやそのまま使って、一応ウミガメ、まあ、ここにあるちょっと石も全部セメントで全部作ったやつです。石じゃない、もうこれセメントでモルタルでボン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 好きなような形をガーンって作って、でそれで組み合わせて、現場になかったから要はなきゃ、じゃあ作ることを言う。この大きく分けるとこの水辺、それから木の下の遊具、それから檜山の遊具、それとあとグラウンドという感じですね。4つぐらいの一応工程で分けた形で作っていきましたから、そうだからまあ9割近くはここにあったやつをご利用させていただいて作っていきましたから、だからここの掘った土は
築山の方に持ってったり、まあ、丹内所と柵なんかは新しく防虫防腐剤の丸太を扱ってますけども、まあそのぐらいですよね、うん、そういう形でうまく収まったかなという感じでいます。はい、だからまあね、廃材となっちゃうなってしまう前に思い出あるやつを使っていくっていう形でこうやっていくと、現にここにあったものですから自然となんか馴染んでいく良さもあると思います。古くなったからとか、まあそれをもう一度生かすとか、まず最初にそこにあるもので活用できんなら捨ててたものは、うん、お客さんにとってもいいことだし、うん、まあそういう考え方で基本的にやってます。はい、じゃあ今回ビフォーアフターという形でいろいろ映像が出てくると思いますけども、何か参考になればいいかなと思っております。本当にありがとうございました。 OK OK